ふと思ったんですけど、テロハントって、マッチメイキングと、ソロプレイか、あるじゃないですか。未だにこのマッチメイキングやってる人っているんですかね？皆さん、普段ソロですよね。僕はもう、ずっとソロでやってますけど、マッチメイキングなんて、最初の、始めた頃の多分3回ぐらいしかやったことないんですけど、いるのかな？なんかちょっとふと疑問に思ったんですけど、いないんじゃないこれ。今、ちなみにさ、今、これ押したらマッチするんですかね？やってる人がいなければね、マッチしないと思うんですけど、これね、今、平日の月曜日のお昼2時なんですよ。14時。そもそも多分やってる人少ないだろうし、マッチングするんかな？あとさ、気になるのがマッチングしたとして、どういう感じでプレイしてんのかな？みんなエイム合わせで練習してるのか、がっつり連携しながらやってんのかな？だってさ、ノーマルなんてもうある程度慣れてたら、ソロプレイでね、まあ2分ぐらいどれぐらいだろう。パパッと簡単にクリアしちゃうわけじゃないですか。どういう人がマッチメイキングやってて、本当に初心者がやってるんだったら、連携もすごいするだろうけど、その中になんかすんごい上手い人とかいてさ、無双してめちゃめちゃ倒しまくって、パパッとクリアしちゃって、余裕でクリアしましたね、みたいな感じで終わるのかな？どうなんだろう？めちゃめちゃ気になりません？ちょっとふとね、今、テロハンしようと思って、まあ実は別の動画をね、撮ろうとしてたんですけど、ふと気になったんで、これマッチメイキングしたらマッチするのかなと思って。ちょっと試してみよう、これ。オペレーターのピックとかも気になるしね。ちょっと怖いけどやってみますか。ノーマルでいきます。どうだろう？マッチするんかな？どれぐらいかかるかだよね。全くマッチングしないっていう可能性もあるし。一応5分ぐらい待ってみますか。ちょっとね、普段このマッチングでテロハントしてますよっていう人いたら、ぜひコメントで教えてほしいですね。僕はなかなか聞いたことないですね、そういう人。フルカお願い来てくれ。もしさ、マッチングしたらさ、何使おうかな。皆さんなら何使いますか？まあ、アッシュとか多分、すぐピックされると思うし、ライオンとか、サポート役使う？ライオンとかサッチャーとか、あとなんだろう。トッケビは意味ないから、まあでもライオンかな。ドローンとか回してくれたりするんかな。そんな、がっつりやんないか。VC オンにしてさ、よろしくお願いしますとかやってる人いるんかな。さあ、2分半が経ちました。ちょっときつそうかな。あと3分ぐらい待ってみますけど。さあ、4分過ぎました。ちょっといないのかな。でもさ、これだけ CG の人口と多くて、たった5人がマッチングしないっすね。やっぱそれほどやる人いないんだ。あー、5分経ってマッチングしないっすね。いないのかな。一回ちょっとキャンセルして、もう一回マッチメイキングし直してみます。さあ、どうだ？あ、マッチした。早い。いるじゃん、やっぱいっぱい。いっぱいかわかんないけど。お、海岸線。テロハントクラシック。テロハントノーマル。さあ、どうだ、ピックは。フィンカー、アッシュ。なるほど、フィンカーありだね。ライオンしましょうか。なるほど。トッキビ。あ、抜けちゃったよ。なんでだ？さあ、始まるか？ちょっと緊張するね、このマッチング。しっかり連携取っていこう。よろしくお願いします。やべえ、ワクワクする。テロリスト全員排除しろ。行くぞ。みんな言ってたよ、あなたがおしゃべりだって。行くぞ。大丈夫。さあ、援護します。カバーします、しっかり。行きます。行きます、行きます。お願いします。ナイスナイス。お強い強い。ヘッドショット、ヘッドショット。強い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 。この人強い。この人強いです。ナイス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 。おここでハンマー出ました。電化の砲塔。あと13人。おブース入りました。さあ、スキャンもして。ヘッドショット、ヘッドショット、ナイス。ハンマー入りました。お、ナイスナイス。お、ヘッドショットがちょっとなくなってきました。おっと !C4! さあ、ハンマーブンブン振ってる人います。ちょっとモードを間違ってるようです。あと5人。ここでライオンの出番か。1人ピンが立っております、皆さん。もう一度いきます。さあ、ピンが立っております。もう、自分の獲物だと言わんばかりにもう。さあ、最後の1人立ってます。あと3人いるよ。ちょっとじゃあ1人ぐらいはしっかり倒させていただきますか。危ない危ない危ない。外にいます。え、あ、終わりじゃん。ごめん、ラストやってもった恥ずかしい。いやー、いい連携でしたね。ブーストにスキャンにハンマーに。このザフィアの人うまかったな。やっぱこういう感じだよ絶対。誰か上手い人がいてめちゃめちゃ無双して、僕みたいな下手くそはなんか後ろでついてって1キルが精一杯みたいなほらほら12キルしてるもん。ちょっと違うマッチしてみよう。面白い。次ちょっとさ VC オンにして連携取ってみよう。さあ、じゃあちょっと時間を置いたんでテロハンとマッチメイキング別のですねやっていきましょうか。ちょっとね今度はちゃんと VC もオンにして連携取ってみよう。さっきのマッチでちょっと思ったけどライオンよりフィンカの方がちょっと面白いかな。フィンカにしよっか。どれぐらいでマッチするかな。さっき早かったもんね2回目のマッチは。さあ1分が経過しました。マッチングはするでしょうか。まあなんか前回のさっきのマッチだと1人がすごい上手い人いて無双しちゃうんで、できればねいい感じの活躍というかみんないい感じにキルして終わりたいですよね。まあだからなんであの人はソロでやらないでマッチメイキングしてるんだって思いますけど、あれぐらいどんどんキルできるならマッチングしなくてソロでやってもいいと思うけどね。あれあれ全然もうやることないじゃんって周りもなるし、一人じゃやっぱ寂しいんかな。一人でクリアできる自信がない人と、あとは寂しい人よっすねマッチメイキングは。さあ3分が経ちました。どの辺でさ VC オンにしよっかな。オペレーター選択画面ぐらいで喋るか。4分経ちました。ちょっと5分経ってマッチしなければもう一回キャンセルしてマッチし直しましょう。ダメだ、5分経ちました。ちょっとキャンセルします。もう一回、マッチメイキングしてみます。さっきのマッチングが奇跡だったんかなもしかしたら。奇跡のマッチングだった？あ、来た！やっぱ2回目だ。なんかキャンセルしてもう一回マッチすると、マッチメイキングするとマッチしますね。さあ、銀行、テロハントクラシック、テロハントノーマル。4人しかいません。さあ、じゃあフィンカしましょうか。よろしくお願いします。喋るかな？喋んないか。お願いします。行きましょう。驚かせてやる。ちょ、みんなでついていく。ナイスです。お、いいですね。ついていきます。ありがとうございます。ちょっとブーストします。ナイス。貢献しよう。よし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 。あと12人です。ナイス。ちょっとブーストします。あと9人です。どこだ。おった。あと7人。あ、ナイスです。あと3人、2人。どこだ。あ、上いますね。多分上2階の吹き抜けとかいます。あ、下降りちゃった。あ、いた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 。吹き抜けにいます。マガジンを変える。倒します。ナイスです。おー、いい感じ。ありがとうございました。やばいやばい、ちょっと待って歌流すなって、著作権引っかかるよ喋んないか。どうしよう。もう一回ちょっといいっすか。誰か喋る人いたら面白そうなんだけど。もう一回行きましょう。もうちょっとね時間置いてやりましょう。よし、じゃあちょっと時間置いたんでラストチャンスやっていきます。マッチメイキング喋ってくれるといいっすけどね。なるべくサポートに徹して頑張りたいと思います。これでもちょっと楽しいね。定期的にやろっかな。なんかこう連携して戦ってる感じがもうちょい出れば。なんかほらマッチ普通の戦いだと人対人じゃないですか。でもこうやって敵は CPU でコンピューターだとなんかなんだろうな、楽しいな。うん、3分経ったんで1回ちょっとキャンセルしてもう1回マッチメイキングしてみましょうか。どうだ。早いお願い喋ってください。よろしくお願いします。ラストチャンス。ちょっとこれダメだったらまた次回いつかリベンジしたいっすね。要塞。ピンカ使います。よろしくお願いします。ダメだ、喋らんっぽいな。テロリストを掃討しろ。よし、行きましょう。ついてきます。ナイスです。ナイス。16人です。ナイスナイスナイス。ちょっとブーストします。ナイスです。あと7人です。ナイスです。あと3人です。あと2人です。ナイス。あとヒットリー。あとヒットリー。あ、ナイスです。お、完璧な成功。エミさんが強い。ありがとうございました。ダメだ、しゃべらんかった。でも、いい感じじゃん。あ、こういうの楽しいな。ちょっとまた、今度、チャレンジさせてください。できれば誰かと喋ってやってみたいですね。はい。というわけで、今回はとりあえず、ふとですね、テロハントってマッチメイキングしたら、今やってる人いるんかなと思って、疑問に思って、急遽撮ってみたんですけど、マッチしましたね、ちゃんと。若干ね、一人が無双っていうこともありましたけど、なんかいい感じで連携というか、楽しく、みんなで戦ってる感もあって、よかったんじゃないですかね。はい。というわけで、ちょっとまた今度ですね、誰か VC 喋るまで頑張って、いつか動画撮りたいと思うんで、最後までご視聴ありがとうございました。もしね、普段テロハントマッチメイキングしてるよとかっていう人いれば、教えてください。実はいるんかな、はい、なんか新たな発見ができて、CG の面白さも、なんか再確認できたような気がします。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお待ちしてます。バイバイ。